11人組グローバルボーイズグループの上腕、JO1、土甲野純喜、佐藤敬吾、白井悪気が、26日放送のテレビ朝日系バラエティ番組、あざとくて何が悪いの、毎週日曜夜11時55分に出演。それぞれが恋愛観を明かす中、白岩のストレートな告白に MC 陣が驚きの声を上げた。河野純喜、佐藤敬吾、恋愛観を語る、あざとい、と感じる女性について尋ねられた3人。河野は、共演した時に、これ見てたよ、とか、前のこれ面白かったね、とか言ってくださってると嬉しい、と出演番組について声をかけてもらうと嬉しいと告白。また、筋トレしてるんですけど、という佐藤は、血管いいね、とさりげないボディタッチで筋肉を褒められると、キュンときますね、と告白。実際に見事な筋肉美を披露し、MC の田中みな実と同局の弘中彩香アナウンサーに絶賛されていた。白い悪気の恋愛は、破滅型。そして、前回出演時の見事な言動から、あざと王子、と紹介された白岩は、田中と弘中アナに向かって、久しぶりに会うんですけど、髪型とか髪色が変わってるじゃないですか、と褒め言葉を皮切りに、自分に会う時に髪型や髪色が変わってたらすごいいいなーって、違うんだろうけど、自分に会うためにしてくれたんだなって、とキュンとすることを明かした。一方、女性が他の男性の話を彼氏にする VTR を見た際には、ワットのボタンを連発。その女性にしか興味がないから、僕は他の異性に興味ないです。仕事とか職場の話なら許せるけど、関係ない異性の話とか、聞きたくない、ときっぱり、僕がいるから切って、とか、連絡しないで、とかは全然ないですけど、俺のこと忘れないでほしい、浮気しないし推しとかも作らないから君もそうでいてよ。と、一途ながら束縛系の言葉を連発し、レギュラー陣を驚かせることに。しかしそれゆえに、超誠実で超まっすぐ、と絶賛の声が飛び交った。さらに、壊れてもいいって思ってます、と衝撃の一言を放ち、MC 陣を驚かせた白岩は、それくらい人を愛してみたいなって思います、と口に。これに田中と弘中アナは、破滅型よ、劇場型。と突っ込みつつ、でもぴったり。この端正なルックスと破滅型っていうのが、と話し、話題を締めくくった。